話はあれですかね、やっぱり、おかんが家宅捜査を受けたことで、よっぽど答えてるんですかね。体調不良らしいですね。26日にツイッターが更新され予定した生配信を延期することを報告したということですね。実家の家宅捜索を受け、ガーシー容疑者はインスタグラムでライブ配信を行い、うちの母親77歳ですよ。すいません。もうほんまにおかんはだけは勘弁してください。おかん関係ないでしょう。頼むから。おかんを勘弁してください。70代のおかん捕まえて勾留して何が出るんですか。親父も自殺して、俺まで犯罪者みたいになって、これ以上おかん苦しめたくないんです。と号泣しながら訴えてた。まあこれ、でもすごい話ですけどね。よくよく聞けばね。苦しませてんのは自分だろうってことじゃないですか。普通に考えたらね。なんか宮迫とかね、警察がそこまでする必要ないんじゃないかって、また好感度下げてたりとかね。武田鉄矢をね、なんか、この人がそんなに悪口言ったことがそんなに悪いことなの？とか言ったりとかね。武田鉄矢さんは別に逆張りというよりもガーシーの配信を見たことないから言ってるんだと思うんだけど、だって、元を正せばね、ガーシーが悪いだけの話ですよ。帰ってくりゃ済むだけの話ですからね。帰国して事情聴取を受ければ済んだだけの話なのに、おかん苦しめてるのは警察ではなくて、もうガーシーそのものですからね。で、26日、公式ツイッターではお知らせ、本日3月26日のガーシーの生配信ですが、ガーシーさんの体調の不良のために延期させていただきますと告知。またサロンに関しても引き続きメンテナンス状態となりますと、ご了承いただきますようをお願い申し上げます。再開に関しましては週明けにアナウンスいたしますとツイートして。これどうなんですかね。まだガシルとかに入ってる人いるんですかね、この状態で。ガーシーいろいろこうおかんがのところに事情聴取入る前に結構フラッシュでいろんなこと言ってたんですね。もう帰んないのかっていうと、はい、帰らない。半永久的に日本は戻らなくてもいいように準備してます。ドバイの生活で何も変わっていない。僕からしたら逮捕状が出てることが納得いかない。明確な説明がない限り理解もできない。仲のいい FC2 の高橋さんも国際手配されて8年が経つけど、普通に過ごしています。その程度の手配やってことですよと。でも、この高橋さんってアメリカ国籍なんじゃないですか？アメリカの人と結婚してるから日本国籍じゃないんじゃないですかね。ロシアに逃げ込んで逃亡するという噂もありますかって言ったらしないですと。ドバイで10年有効なビザを取得していて、パスポートも止められてもビザ失効しないから滞在ができる。じゃあ10年も日本は僕をずっと追っかけるんですかと。名誉毀損ごときで ICPU を動かして僕を引き渡させるんですかと。他にも大事件を起こした人はいっぱいいませんかと。カルロス・ゴーンなんかと。僕の何百倍もやばいことしてるのに、僕は人を殺したわけでもない、物を盗んだわけでもなく、言うても名誉毀損ですからと。カルロス・ゴーンも何かやばいことしてるとは思いませんけど、あれ検察が狙ってるんですけどね。でもカルロス・ゴーンとガーシーは立場が違いますからね。カルロス・ゴーンはね、自国に帰っただけですからね。ガーシーはね、日本を脱出してるわけですからね。そこは全然違うと思います。偽装パスポートは持ってない。そんなの持ってない。作る気もない。そもそもパスポートって金を出せば合法的に誰でも買えます。国籍を売るというビジネスをやってる国もいっぱいあります。あとなんかドワーゴの川上さんだけはなぜ僕を訴えてるのかわかんないっつってんですよね。僕は川上さんを叩いてないし、恨みつらみもない。川上さんと喧嘩したのは高橋さんなんですよ。あの FC2 のですよね。確かそうですよね。綾野剛と福谷美京の暴露に関しては事実なんで、訴えるのはおかしい、違いますかと。言論統制はないですかと。警察にも郷にも福谷にも言いますと。だから日本に帰ってきてから言えばいいんじゃないですかと思いますよ。で、立花隆をどう思うか。切り捨てられたんじゃないか。立花隆さんにしたら何とも思ってないです。初めからああいう人やって分かってるし、僕と喧嘩しようなんて絶対思ってはらへんのやろか。選挙があったらまた僕に出てくださいって言えるぐらい図太い神経の人やと思う。立花さんのことは嫌いじゃないし、これからも仲良くしていく。帰国しなかったのは立花さんの指示かというと、いや、立花さんの指示でもない。ただ、三木谷さんのことは立花さんにやってくれって頼まれたからやった。そのせいで YouTube と Twitter を止められたから、その責任は取ってくれと立花さんには言った。これまでは自分のために暴露やってたんで立花さんは関係ない、立花さんは日本に帰ってこんといてくれと言われたけど、警察の変な動きを考えてやっぱやめとこうと自分で決断したわけです。まあ、ただこの時はまだ実家に家宅捜索が出てない時だったんで、今は体調不良。 まあだからここでこうやっていろいろガーガーやってると、警察は次の手に出るんじゃないですかね。妹さん逮捕とかマジであり得る話になってくるんじゃないですか。あと、まあこれドバイから出国しようっていう話ももしかしたら出てんのかもしれないですね。
あんまりこうね、調子に乗ってガーシーもいろいろ晒しすぎですよ、自分のことも。なんかと立花さんが、なんか国に対して、立花さんはガーシーに投票した方が国を提訴しましたと報告。弁護士の村岡哲也氏はガーシー元議員の除名による国家賠償請求を提起したと。村岡氏は自身のツイッターで、ただいま東京地方裁判所にて国家賠償請求を提出しましたと発表した。国民5名が原告となってガーシー氏除名によって選挙権を直接侵害されたことを理由とする国家賠償請求になります。だから自分らはガーシーに投票したってことね。でもそれどうやって証明するんですかねと思いますよね。俺投票したって言うだけですかね。原告に参加したいという表明が多くの方からいただきました。今後原告団が中心となって署名運動を予定しておりますと呼びかけます。そんなに多い人数にならないんじゃないですかね。だいたい国民の 90% でしたっけ、 95% でしたっけ、除名は正当だって正しいって言ってますからね。しょうがないですよねと思いますけどね、民主主義であればね。でもまあこういう変わった人いるんですよね。だから立花さんがやらしてるのかどうかは分かりませんが、まあでもそこの一派であることは間違いないでしょうかね。立花さんがツイッターで上げるぐらいなんで、まあ、こういうのがある限りね、また本当に第2第3のガーシーとか言って三浦瑠麗を出そうとかなんか言う、また今度変なこと言ってますけどね、第2第3のガーシーが出てくるんじゃなくて、本当立花さんが作ってるでしょうねと思いますよ。第2第3のガーシーはあんまね、政治をね、遊びの道具にしてもっとマットな人出せばいいのになと思いますよ。まあ今だったらね、あの栗山監督とかね、ああいう人だったら、ああいう人担ぎ出せばいいと思うんですけどね。もう YouTuber とかいいんじゃないですか。炎上系 YouTuber とか国会議員にするって、本当今回のでも本当に意味がないなって思ったんで、YouTuber は YouTuber のままでいいと思いますよ。わざわざ国政に、国会に引っ張り出したところで、誰も得しなかったですけどね。まあ得したのは立花さんぐらいなのかもしれないですけど。